突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめはアルプス一万尺口ずさみながらかな。こちらは昨日の堀江義則選手の怒りのポスト。俺の好きな女がホストに行くって言い出したクソヤーリマンが、俺がキャバクラに一人で行ったから女が言い出したのはあるけど、俺からしたら男がキャバクラに行くのと女がホストに行くのは違うと。もうあれなのかな、堀江選手の X だけ機能がすごすぎて心の中で思ったことがそのまま文字になり投稿されてしまうのかな。でこれに対して平本蓮選手、トラさんとコメント打っております。これはどういう意味なんでしょうか。男は辛いよという意味なのか、堀江選手自体がトラさんっぽいと言っているのか。そしてこちらは歳三選手ライジン決定について、コメオくんがとつっておりまして、あ、そう、なんかコメオくん久しぶり見たらなんかすげえ太ってて、ヒゲ生やしてて、なんかあのタイヤマンの太ったキャラクターの方みたいになってましたよ見てみてください。で歳三選手、あれ僕っすよね、僕も正直全然分かってない。歳三って調べたら自分しかいなくて、後にライジンのプロフィールにも写真が載っていた。榊原社長とは会ったことない。知り合いの人が確かに榊原社長と知り合いの知り合いで、その人から今回の話は来たけども、お金も払って決めてもらったわけでもないし、未だに不安でやばい。だから練習はめっちゃやってる。対戦相手の X のことも本当に誰か分かってない。僕はでももうライジンファイターなんで、ノッコンさんとかブレイキングダウンの選手連中とは一緒にしてほしくないですね。でもお母さんからも LINE が来て、でも僕が一番分かってないんですよ。なんで？人間性も見てもらっているとは思うんですけど、僕も本当に分かってない。ミクルさん、溝口さんには会っていない。ここ勝っても2回目のライジンはないと思う。となんかチロッと知り合いから話は来たと言っておりましたが、基本よく分かっていないと連呼しておりました。これで相手を油断させてという作戦なのかな？ちょっとよく分かりませんが。そしてこちらは K1 のドーピング検査はどうなっているのか。カルロス・キクタプロデューサーがインタビューに答えております。まず、今年に入ってからタイトルマッチのみ試合後尿を取り検査している。勝った選手が陽性だった場合のみ公表でベルト剥奪。このことは計量後のルールミーティングでも告知していて、選手への啓発も始めてます。榊原社長がドーピング検査はうちだけではなく他団体とも連携してやっていきたいと言っていたが、その話は関係者を通じてきている。うちとしてはやっていいと思う。共通の検査項目を使いませんかという話もあり、それにも賛成。ライジンさんだけ厳しくて他がゆるゆるじゃあねと、 K1 は前向きなようです。そしてこちら、マサトチャンネルよりで、 K1 復帰も即ハイキックでケージ選手に倒されてしまったジェロム・レバンナ選手について、でマサトさん、煽り V での練習ミッド打ちの風景の段階からもう無理と思って見ていた。51歳って感じ。俺もキッドとの2回目の時31歳だったが、半年前からトレーニングしてたし、トレーナーにも現役の時の 30% ぐらいって最初言われちゃってたし、ケージのパンチにもレバンナは全く反応できていなかったよ。俺はまだいけるんじゃないかって勘違いがあるんだよね。あれだけの好勝負をしてきたのだから晩年を汚してほしくないが、復帰せざるを得ない理由もあるんだなと思う。そうならないためにはどうしたらいいか。引退した後の人生も長いからね。最後は死んだ時に選手の評価が決まる。計画性を持って生きた方がいいですね。解説の場ではこれらのことはオブラートに包んだ言い方をしたが、今言ったことが俺の本当の言いたかったことなんですと。これはでもここでもまだオブラートに包んだ言い方をしていると私は思いまして、これはズバリお金のことをきっと言ってるんでしょうね。でもマサトさんみたいに現役の時から引退後のことも考えてちゃんと動けてる選手って一体どれだけいるんでしょうね。超稀なんじゃないかなと思うんですよね。私たちもちゃんと老後のことを考えて貯蓄保険などを考えれてる人っていうのも実は多分少ないんじゃないかなと思うんですよね。お金の勉強ってだって超めんどくさいですもんね。でも必ずその時っていうのは来るからやらないとなんですけどね。マサトさんは現役を終えた時20億でしたっけ、10億だかなんか持ってたって言ってましたよね。しかもそれも今もこの活躍なんで増えてってるんでしょうね。あとはキーちゃんに、久保田選手もうまいイメージありますね。
庄司選手は全国50店舗以上の問い活道場の問いだ勝也さんにそれで弟子入りしたって一時期言ってましたね。そういうの大切だと思います。あと、ま、謎にと言っていいのか分かりませんが、武蔵さんもお金たくさん持ってるイメージありますね。そしてこちらは朝倉海チャンネルメンバー炎上、斉藤くんと大森くんが広谷選手と会食するために電車で上野へ移動。その際車中で自撮り棒か何かで自分たち2人を撮影し、ペチャクチャおしゃべり。今回の動画の趣旨を説明するために、でその撮影場所が後ろに大きく優先席と書かれた電車内の場所で、つまり電車内で言うと連結部分の一番端っこの3人掛けの席のところですね。ということで、昨今ではもうほんとこういうの許されなくなってきておりますので、常識ないとか、やっぱこの2人はこの程度などと炎上してしまいました。ただこの時映っていたのは2人だけで、車中は映ってなくて、末広町から上野に昼から夕方にかけて向かっていたので、きっと電車内は空いていて、長椅子の方に座って喋るとそこにはすでに人がいて、逆に迷惑がかかるのでこっちを選択して、人が来たらもちろん開けるはずだったんじゃないかと私は推測しましたが、まあでもわざわざ電車の中のシーンはいらないとも思うけど、その臨場感はね、ハイリスクローリターンに感じましたが、ということがありました。はい。そして対談の方では、広谷選手ムキムキなので、お前もステロイドやってんだろなどの DM がよく来るよと言っておりました。そしてこちらは現在大麻で逮捕拘留中の木村フィリップミノル選手とその彼女、捕まっている間に木村ミノル選手が過去 K1 のタケル選手のファンとホテルに行き、沈凸画像を送ったとかでも話題になっておりまして、その木村ミノル選手が彼女に手紙を書きまして、彼女がその一部を SNS にアップ。前から字がやばいぐらい汚いと言ってまして、それがすでに見てもらっているこれなんですが、俺のやばいメッセージが暴露されてる件、これは頭の中がチ・マルコだった時のことです。とにかくすみませんでした、二度としませんとのことです。頭がチ・マルコだった時の垂れ込みです、ということで、はい。ちょっとですね、木村実選手が捕まってる間に木村実選手の評判をわけわからん次元にまで到達させていってます。彼女が評判がこれは落ちているとも言えないし、でも上がっているとも思えないし、まあ宇宙行ってますね。あと頭いい人って字が汚いってよく言われますが、これは多分普通に頭があんま良くない人の字の汚さに思いますね。おもろい、この二人仲がムイチャ選手夫婦に迫ってきてますね。ちょっとあんまり笑わせないでくれる。そしてこちらは青木真也選手の地上波ラジオ人生交差点。青木選手、札幌はご飯が美味しいし自然も雄大だし、寒さにさえ耐えれればみんな北海道を出ない。浴衣と首投げをしている分には問題は起きないが、ファン食いは揉める。俺も若い頃しまくっていた。 SNS がなくてよかった。最近柔術界隈でマッチングアプリがめっちゃ流行ってて、それで結婚してる人が多い。リスクが高いから怖いよね。最近パパ活を俺はよく勧められる。後腐れがないって。でも踏み込めない。すっごい大会に出る覚悟が必要。最近のレスラーはみんな行儀が良くて面白くない。格闘家で俺は本物とか世界がとかすぐ言うやつ見ると笑っちゃう。本物はそんなことを絶対自分で言わないし、だから俺はほっといても本物だからそんなことを言わないじゃん。ブレイキングダウンが出始めの時に格闘家たちみんな本物本物って言ってた。黙ってりゃいいのに、夢とか世界とかすぐ口に出すのは自分をごまかしてるだけのシャブと一緒。現実を見ないでいられりゃ楽だからね。でも妄想じゃ飯食えないから、現実的にどう飯を食うかってところでみんな悩む。俺は昔から超リアリストだから、みんなが UFC とか言ってる時に金をもらえる方がいいって思ってたし、結局今41歳になって金持ってるの俺だけじゃん。それが一つの答えだと思う。自分の名前で食っていきたいってのも夢が叶ったし、ディープライト級チャンピオンになった野村俊太さん、今後 UFC 世界でって言ってもぶっちゃけ契約できる可能性が数パーセントしかない。さらに契約できたとて勝てない。それを犯してまでやる意味は。俺はもっと違う飯の食い方あるんじゃないのって思っちゃうタイプ。一番いいのは世界世界って口では言っておいて、国内でぶっ飛ばし続けて国内で金を稼ぐこと。
これが一番。朝倉海は稼ぎ切った後に自分のエンジョイとして行くわけだから、あれは当てはまらない。朝倉海の場合はすでに産業化ができているから、できていないのに夢とか言っているのはちょっと子供が過ぎる。最低限、飯食えてからでしょ。UFC は日本人は57キロ以下。実際70キロ以上は国内で練習していたらそのチャンスはない。試合だって組まれないし、キャリアも積めない。さっさとアメリカ行って区切りをつけた方がいい。俺は今はもう世界トップじゃねえよ。ボクシングを見てればわかるだろ。競技化すればするほど結局軽量級化していく。軽いところでやっていくしかないんだよ。だからこそ俺はあえて重たいところでやることの価値を見出していっている。だってそこには人がいないんだから。人をいじるのは好き。人をバカにして生きている。それが格闘技に生きていると思う。プロレスラーとファイターだったら首投げがうまいのはプロレスラー。相手の研究が必要になってくるから。プロレスラーはここのところ陰キャばかり、トンパチが多いのは格闘技の方と。そしてこちらは試合が今度のもう日曜日ですね。 UFC フライ級ランキング1位のブランドン・ロイバル選手と戦う平達郎選手。 UNEXT さんで特集組まれておりまして、その中でのインタビュー。平達郎選手、1位の相手にこんなにできるんだというところを見せたい。ロイバルはリーチが長いのでやりづらさがあるかもしれないが、それはラウンドの中で修正していく。チャンスをたくさん作り、その中で倒しに行く。ロイバルは僕の寝技を警戒して打撃でやりたがってくると思う。そこで圧をかけられて手数バンバン出されると向こうのペースになっていくので、最初の打撃での勝負が大きい。スタミナには自信あり、25分間戦い続けられますただ実際リーチは平達郎選手の方が長いようで、スタジオにゲスト出演してきている金原正則選手は、ジャブの差し合いで勝てれば主導権を握ることができると。もう一人のゲスト、格闘技記者でもある堀江ガンツさんは、ロイバルもスタミナは超あるよ。打撃、寝技と超噛み合う試合になると思う。と。そして平達郎選手のジムの松根亮太代表は、達郎が日に日に強くなっているのがわかる。この達郎に一体どうやってロイバルは勝つのかと、すごい自信でした。金原選手は UFC チャンピオンになったら銀座でパレードするぐらいやろうよと。以上で、もうこれは映画太陽を盗んだ男のカーチェイスや皇居前広場での無許可撮影のように、最悪買ったんでもやっちゃいましょう。もうこれはね、あれはでもその後スタッフが逮捕されましたけど。で、あと、そうそう、平達郎選手のこれは UFC のインタビューの方なのかな。朝倉海選手がフライ級で入ってきますがというような質問あったようですよ。はい、昨日当チャンネルのコメントにそういう風についてました。でもそんなことはもう大体みんな分かってましたよね。で、あとこれは鈴木義彦アナウンサーの格闘バズニュースの配信のコーナーでしたので、 SNS で揉めてる選手や何か言いたいことがある選手、主張したいことがある選手はご一報ください。精査の後番組で取り扱わさせてもらうかもしれませんと言っておりましたので、名前を挙げたい選手は賛否両論になりそうなテーマを持ってくれば知名度アップにつながるかもしれません。こちらはジャン斉藤さん、ニコニコ動画ドロップキックチャンネル、ゲストにライジンマッチメーカーチャーリー柏木さん。チャーリーさん、仕事は外国語だったらとりあえず全部自分のところに回ってくるのでやっている。自分は変化球タイプではないので、こんなカードを投げるんだというものにファンと同様の不快感を覚えている。サップ VS 大綱嵐、ギャビーガルシア好きじゃない。出社するときドア開けるのどうしようって気持ちになっている。ライジンはキャラと物語が強いので一回ハマると抜け出せなくなる。でもそうすると慣れてくるので、僕の仕事は居心地の悪い場所を作ることなので、出社するとき嫌な気持ちになる。でもダウトベックとシェードライフ、絶望的に強いとは思っていない。ああ、でもシェードライフにはちょっとこないだ思ったかな。全勝だから今まだ思い切っていけている。一回負けたら戦い方が変わると思う。でもそういう選手に誰かが勝つストーリーもいいなと思っている。シェードライフに UFC からのオファーはない。ただ行けるなら行きたいとは思っていると思う。ライジンでは今、数回契約を結んでいる。ベラトール、PFL、
1に比べライジンは一番お金がないがうまくやっている。海外は大量生産、ライジンは職人の手作りって感じがする。榊原社長がいなくなったら今の世界観はもうなくなり、普通の団体になっちゃうと思う。普通の人だったら実際にメイウェザーを呼んでこないしね。メイウェザーは最初の VS 那須川天心の時、一回発表した後3日後ぐらいにやっぱやんねーと言い出したが、あれは多分海外でバカにされたからだと思う。小さい選手と階級下でプなんだ、しかも日本人みたいな。その後説得しに行った。で5日経ってようやく会うことができた。今来るから、今来るからとずーっと待たされ、時間だけが過ぎ超舐められてた。今から来るって言ってたのに、偶然見ていたレイカーズのテレビ中継の試合にメイウェザーが観客として来てて、映ってて、もう帰りましょう社長って言ったら、榊原社長は逆にそういう方が燃えてくるタイプなので、そこから粘って粘って2日後に待ち伏せして先回りをしてやっと会えたと。あのね、ゴールドマンサックスの新人研修っていうのが昔あって、それは5時に来いって言われて、そこからずっと何も音沙汰なくて部屋でただずっと待機させられ続けて、その間帰っちゃう人もいて、結局5時間経った10時に人が来て、君たちがこれから仕事をするのは世界の要人であり、そういう人たちとはすぐ会えないから待つのも仕事とだけその日は言われて解散したということがあったようですよ。先に帰った人たちは結局雇われなかったようです。そして過去、榊原社長、メイウェザー選手、ダナ・ホワイト代表のスリーショット写真というものが撮られたことがありまして、その真相についてチャーリー柏木さん。2回目に会いに行った時、メイウェザーの家に行ったら、俺が呼べばダナ来るからよと実際に呼び出した。要は自慢したかったんだと思う。あの時 UFC はメイウェザーをオクタゴンに呼び込みたいと考えていた時期でもあった。でもこれからベラトールとやっていくって中での出来事だったので、スコット・コーカーにその後めちゃめちゃ怒られた。はっきり言って訳しているのも嫌だった。最低と言われた。だって UFC にはお互い新さんを舐めさせられている仲間だとスコット・コーカーは思っていたから、何それって感じだったと。そしてチャーリー柏木さん、ここでスコットさんも結構パワハラ気質なところがあるので、言えるやつにはガンガン言ってくるんでとつい愚痴がこぼれてしまう。さらにここからチャーリー柏木さん超面白くて、そっからベラトールと一時期離れてしまって、そしたら榊原社長がなんか最近ベラトール付き合い悪いなって言ってきて、だから言ったじゃないですかって。そしたらなんとかならんかなと言うんで、わかりました、じゃあ連絡してみますと言いました。その後アメリカに行って3日間一緒に過ごしました。ステーキばっか食べてましたよ。日頃相当溜まってるみたいです。はい。それにしても優しそうなスコット・コーカー代表だったんですが、実はパワハラ気質あったようです。チャーリー柏木さん、プロモーターってみんな自分勝手で、それを調整するのが我々。自分とか、あとはマイク・コーガン、マイク・コーガンはやってらんねえって言って一回やめた。それをスコット・コーカーが引き戻したんですと。こっから有料ゾーンです。めっちゃ面白かったですこれ。そしてこちらは大騒ぎ胸騒ぎ大沢健さんの格闘技通信よりで、大沢健さん、ブレイキングダウンで素手の MMA をやった。初期の UFC のような、それだけでちょっと雰囲気もできてて、俺こういうのを見たかったんだよねって言ったら批判が来たが、それはただの味の好みの問題なんだからさ、プロレスの中で電流爆破が好きとかと言ってるのと同じ、個人的に見たいものを言っただけで文句言われる筋合いはないと思うんだよねと。そして道着を着た何でもありの新競技ローマンの渡辺直義総帥も来てくれて、月曜日の13時から YouTube で無料生配信あり、第1回はとにかく何がいいのか道着つかみ頭突きありでいろいろやってみて、やりながらルールを整えていくと言っていたので、一番過激なのが見れるのが今大会になると思いますので、ぜひ。那須川天心選手の試合も月曜日ですね。そして大沢健二さん、佐々木くんの結婚式に行ったら JTT の選手たちみんなおしゃれスーツを着ていた。俺らの時は20代なんて全然金がないから、冠婚葬祭用の黒スーツ一つしか持ってなかったのに。
ゆうりくんが来て2曲歌ってたし。知らんけど、会の試合は来年1月2月ぐらいになりそう。でも一回下の選手と本当はやった方がいいとは俺は思ってるんだけどね。自分は基本的にはライジン鎖国派だが、ライジンが海外でペーパービューを売っていくには新規外国人選手の参戦もやむなし。キャラモフは組までの作りがめちゃめちゃ早いので、真島選手きつそう。武田浩二選手は最初綺麗に戦おうとして足を使ってしまう。エンジンがかかるのが遅い。それからかかってからは泥臭くて強いのに。コレスニックの判定勝ちかな。柴田モンキーくんが勝つと、ジョーに勝ったヒロヤくんがモンキーに負けたとなるので、ジョーの価値が下がってしまうので、ヒロヤくんに勝ってほしい。そして東京 MX でやっているノックアウトスタイルで、鈴木千尋軍 VS 大沢健二ハーツ軍だったが、それじゃ心もとないので、大沢健二軍は他に鶴谷博士代表のザ・ブラックベルトジャパンや、金ちゃんのところや、三木渡るのところや、勝村修一郎のグランドスラムなどの連合軍になりましたと。これは寝技なし、パウンドありのアンリミテッドルールでの試合ですね。と、今回はここまで。そしてこちらはディープジュエルスのニューカードを来ました。まず元ライジンガールアキピさん登場。 VS 可愛すぎる女子相撲選手として有名になった JTT の吉川桃香選手、那須川天心選手に憧れて格闘技を始めたという選手としても有名ですね。こちらがアマチュア S ルールで3分×2ラウンド。そして天然ファイターマチ選手が、これまで伊沢聖華選手や山本美優選手、浜崎彩香選手などとも戦ってきているアムザロケット選手と、直近は2連敗中ですね。そしてなんと大物登場、中井凜選手が来た。 VS 新潟出身、過去自衛隊の TA 選手などにも勝ってきている鈴木ボス遥選手となりました。こちらが11月23日になりますね。そしてこちらは本日試合のパンちゃんリナ選手、前日計量 50g オーバーもその後クリア。しかし対戦相手のミレー選手、なんと 2.35kg オーバー、 2kg 以上は規定により通常は失格。しかしパンちゃんリナ選手の意思を尊重し、試合は行われるようです。ミレー選手、ちゃんとしてる人っぽいと思っていたんですが、一体どうしたんでしょうか。こちらは昨日行われた榊原社長に呼び出されました。榊原社長、車のナンバーとか会社のものとか、できる限り10111に全部している。1997年10月11日がプライド1を開催した日付だったからと。そして井上直樹選手登場で、試合より喋る方が緊張します。ここに出てくる前も控え室で足が震えていたので、シャドウをしてました。防衛戦、今は元谷選手しかいないと思っている。榊原社長、順当に行けば元谷になる。でも海外からの、みんなからもこいつだったらという選手がいたら、もしかしたらそういう選手にワンチャンなる可能性もあるかも。井上直樹選手、本当の一番はパトリック・ミックス選手とやりたいです。榊原社長、直樹がベラトールのケージに行ってタイトル戦とかも今後あり得るかもしれない。そして井上直樹選手は彼女いない。そしてくるみさん、井上直樹選手がレンタル彼氏で来たら嬉しい。そして18、9歳の頃から一人暮らしをしてて、今の家には何もないと。確かに井上直樹選手の YouTube での井上直樹選手の部屋見てみると何もなさそうですよね。そして井上直樹選手はカラオケ行ったのは人生で5回ぐらいでほとんど行かない。その逆で榊原社長はカラオケ大好きらしいです。井上直樹選手は柴田モンキー選手と戦ったことがあるので、今回も柴田選手を応援している。井上直樹選手のパウンド4パウンドは、サトシ・ソウザ選手に、堀口恭一選手に、伊沢聖華選手。で、ラスト、締めの挨拶を求められた井上直樹選手は、会見でお会いしましょう、と。はい、よくできました。そしてこちらは元谷勇気選手。この間の勝利後のマイクで、自分は成績は良くないんですが、そろそろタイトルマッチやりたいです、という、この発言に対して、上田隆夫トレーナーは、36勝11敗は驚異的としか言いようがありません。アマチュア時代ある先生に2回勝って1回負ける。プロでこのペースが保てるならすぐにチャンピオンになれるよと言われました。そんなに負けていいのってその頃は思ったんですが、いざ試合をしてみるとこれがいかに難しいか痛感しました、てんてんてんと。元谷選手、ついに時は来たんじゃないでしょうか。
そしてこちら朗報ですね。 X ミンたちにあのうざくてしょうがなかったインプレゾンビ、こちら11月8日から仕様が変わって投稿の閲覧数にこれまでは基づいて広告収益を利用者に分配する仕組みだったんですが、それを改め投稿への返信やいいねの数に応じて収益を分配する新しい方式に変更するそうです。もう少し詳しくいくと、今後は投稿への返信やいいね、ブックマーク、視聴時間などに応じて収益を分配する。有料会員から得られた会費収入の最大 25% が分配の原資になる。つまりパイは決められていて、それの取り合いというのはこれまでと同じのようで、しかしながらまた無料会員ではなくて有料会員の返信やいいねなどの数が収益分配の判断基準になるらしいです。閲覧数稼ぎなどを目的とした問題投稿に対しては今後は罰則を課す方針らしいです。これは普通に使っている人たちにとっては本当にいいことですね。そしてこちらはタケル選手、先月戦ったタンジン選手の故郷ミャンマーの洪水被害からの復興のため寄付をしたそうで、タンジン選手のマネージャータケルはタンジンの心からの願いに応えて被害の救援と復興を支援したいという表明をした。国民を代表してタケルの優しさに心から感謝と敬意を表します。タケル選手の方も、戦うことで誰かを救える、それが命を懸けて戦った意味になる、その姿が誰かの生きる希望にもなる、格闘技にはそういうパワーがあると思う、これからもそんな格闘技界でありますようにとコメント残しております。そしてこちらはシュート石井隼人選手がフライ級からフェザー級に2階級も上げてのグアムブロールで行われた昨日のタイトルマッチ、18時スタートの大会で結局22時20分ぐらいからスタート。でもこれ英語なんでよく分かんなかったんですが、多分当初の相手とまた違う選手が来たっぽくて、試合の方は石井隼人選手が相手を固めてパウンド地獄、大量出血もなかなかレフェリー止めない、どうなってんだこれ、石井選手が殴りつかれてしまうほどに。しかし3ラウンド相手選手が盛り返しサブミッションで優勢に進める場面も、石井選手あわやと。そして4ラウンド石井選手視力を振り絞りパウンド連打で勝利、王者体感いたしました。マイクは私は UFC で戦いたいです、そのチャンスをくださいと。通訳は北海道大学の後藤常治選手入っておりました。石井選手おめです。そして相手の選手が練習用のパウンド人形かと思うぐらい見事なほどにタフでした。はい、というわけで本日は以上となります。今日は綾子の話をします。なぜかというと、ほんのついさっき今日地元の駅を出た目の前の交差点に綾子がいて、え、なんでこんなところにいるのと目を疑って超びっくりしたからです。綾子は当時向こうが大学2年生の時に知り合いで、それ依頼ぶりに見まして、まあ、すぐ分かったね私の方は。まあどういう関係だったかとか、あ、そうそう、話の引きを作っておくと、綾子は大学2年だけど大学3年生の年で、しかも聞いてみると大学じゃなくて高校生の時に1年ダブってて、で大学ではまあいい大学ではなかったですけどといってもね、私もそうなんで卑下してるわけじゃなくて、で頭良くて家庭教師もしてたぐらいで、なのでまあ単位足らずの留年じゃないと。じゃあなぜと思っていたら、そこには驚愕の事実があったというところで、メンバーシップに続きます。はい、気になる方はこの後13時にそっちにアップしますので、ぜひ聞きに来てください。後からまとめて聞けないようにね、動画の公開非公開をね間引いてお送りしますのでまだそういうことはやってないんですが、実際にはね、ぜひ旬のうちにどうぞ、今しか聞けないかもしれないですので、はい、高評価チャンネル登録通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。本日も良い格闘ライフを。ああ、でもこれ若干夜の方が良さそうなんで、夜にアップいたします。皆様お酒でも飲みながら聞いてください。それでは。